タクチャンネルです。自分はですね、カードショップタクちゃんと見せてですね、そう、こういうカードゲームを作ったりしてるよ。無料ダウンロード版もあるからね。で、今回これ開けてみるんだよね。そうなんです。うん、ちょっと内容見ただけじゃ分かんないけど、これであのトリプルデッキを強化させようっていう、強化するやつも入ってるかもしれない。特にここのこいつね、貫通いるよね。特にここ、それでも私昨日ちょっと考えたんですけど、あー、もしドラゴニックフォースが来たら、貫通もちろん4点飛ばしてそっからのサイズゼロだから、攻撃5点くらい与えられんじゃん。やめていい？あ、どうぞ。これとギャラクシーバーストと、でもこれ自体にジャックナイフ系は入ってないんだよな。入ってないんですよね。1万ぐらい入れてほしかったね。ですね。これちょっと詐欺だよな、パッケージ詐欺だよな。うわぁわぁ、考え方によっちゃうね。でもこれ放送事故になる可能性あるので、言いませんが。いや、だってさ、1枚ぐらいジャックナイフ入ってて欲しかったよ。ですね。正直な意見。私今から言うことちょっと放送事故になるため、まあ、トリプルデッキに入ってるから、ちょっと確認します。この辺のネオドラゴンはどうなんでしょうかね。どうなんでしょうかね。お、ゲージに使うと相手の場のアイテムか魔法を1枚破壊する。弱い。あ、これ光ってないバージョンも完成。貫通ドラゴンアーム。こいつは使えると思うね。あ、あとこれとか使えましょう。使える可能性が。一応移動を得る。だからドラゴンアームズの基本、なんか基本的なドラゴンアームズはこれに入ってるかもしれない。はい、これは？あ、ウルドバリア。これ使います。これ防御力アップ。あ、プロトバリアもいいじゃん。フォトンエッジユニバース、どうですか。必殺技ですね。まあこれとか使えるんじゃないですか。まあこれはちょっとガルパンと同じ感じですね。本当ですか。これとか使えるんじゃ。これは、あ、まあ使いやすいね。こういう基本カード、3000バンプ。あとこれ、入んないかな。このカードを装備したとき、これは装備したときにプラス1します。自分のライフ。なるほど。言いますか？ああ、そっか。ライフが7以上のときどうのこうのみたいなやつを運用する場合にはいるかもしれない。はい。で、あと、いらないか。いらない系です。おい、これはいるよ。え、いるんですか？ 3 枚引く。あ、嘘。これだって捨てて、これでドラグアームズ捨てて3枚引ければすごい強いじゃん。あ、ふふ、あ。これですよ、これ。これがこのデッキに入ってるんで、この全部捨てて3枚引くか。これはいらないですね。いらなそう？いらなそうです。じゃあ結局これとプロットバリアとこれです。これが使えそう。はい。じゃあ早速カスタマイズ、うん、してみますか。ちょっと贅沢だな、それだけのために開けるのも。まあまあまあ、だって前取ったアインだってそうじゃないですか。あと、まあフラッグも大事なんでね。はい、それ売ると大体何円なんですか。これ100円ぐらいで売れますね。フラッグない人多いからね、地味に。え、あの白黒のフラッグじゃ寂しいじゃん。あ、確かに、うん、はい、じゃあやってみましょう。さっきのカスタマイズしたやつです。貫通と3枚ドローを入れたんだね。あとバリアです。これもちょっと実験中のデッキなんで、最初はグー、ジャケン、フォイ、1000個もらいました。オープンドフラッグ、ドラゴンワールド、スタードラゴンワールド。じゃあチャージ&ドローからいくぜ。どうぞ。チャージ&ドロー。さてさて、なるほどね。じゃあコール、ライフプラス1、そしてラリーコール、おライフプラス1、2点ファイター。受けます。エンド、ドロー、チャージ&ドロー。真ん中開けてもよかったのかな、これ。難しいところだな。じゃあスターハンド、アームズコントローラーを装備します。起動効果があるね。はい、起動使います。まあ現状使わない。使いますよ。ゲージ1と
手札1支払って、うん、ネオドラゴンを1枚持ってくる。違うよ、ネオドラゴンのソウルに入れるだよ。嘘、うん、だから現状使う意味はないぞ、うん、ソウルなんだ。ネオドラゴンがいたらドロップゾーンのドラグアームズをソウルに入れることができるよ。じゃあスペースエレベーター使います、うん、この武器ありだな、うん、エレベーター好きなカードを、じゃあスタードラゴンジャックナイフを持ってくる。はい、うん、で上に置いてもいいんだよね。上に置くんです。次引くと。はい、そういうことに決まってるじゃないですか。はい、じゃあセンターにエッジシューターかな、うんうん、でライトにミニスパイダル、レフトにボイエロ。結構打撃があるのがきついな。はい、じゃあ3000で得られた。じゃあ2点で受けた。じゃあ3点受けた。ウェブです。あれ1点受けました。うん、受けた。あの11だったから。あ、オッケー。はい、11でもなんか上がった。あ、12だったの。これこいつでライフプラス1。あー、そういうことか。そういうことです。チャージャンドドロー。はちょっと原さんの得意をちょっとやる。ゴールゴール、じゃあまずこいつで修理。そっか、クラブ。こいつはドラガーアームズなのか。そうですよ、まあ、真ん中ピシュで、こいつの効果、他に4000のモンスターがいると打撃力がプラス1、3点。は、受けます。はって言っちゃった。だから5になったからあれが使えるぞ。なんだドロー、チャージ&ドロー。いやでもジャックが出てくるのか、もしかして。こいつは移動を得る、うん、移動を得る。ドラガーアームズゲージ使います、はい、センターにジャックナイフ。あ、センターでいいの。はい、そして持ってきます。はい、エッジシュートか、はい、エッジシューターですよ。そりゃそのエッジシューターじゃないですか。で、これは、うん、ドロップゾーンなんだ、うんうん、そうね、ゲージ支払えばまたさらに入れられるよ、うん、でも この軸だとさ、こっちとぶつかっちゃうね。え、そうなんです。どっちかにした方がいいのかもしれない。これいらないのかもしれない。あ、すいません、ちょっと、あ、いや、いや、何でもないです。じゃあ4000でペシリ。ここはい、受けた。じゃあ1点、1点受けての、3点打撃か。じゃあこっちで、ここ、はい、なるほど、やられた。はい、エンドです。強いな、それ。ドロー。あ、なんかこいつ出しといた方が良かったかも。チャージ&ドローコール。あ、コールかな。いや、コールだ。でゲージに払ってコールして、はい、こいつは設置を持つドラゴンワールドのカードを持ってくる。じゃあ4000フェスティバル持ってきます。あ、魔法をね、持ってこれる。強い。でゲージ1支払ってドラゴン、4000フェスティバル発動で、4000のモンスター全部貫通を得ます。さらにゲージ起動効果、ゲージ1を払うと、ドロップゾーンのカードをコールコストを払ってコールする。は、まあ、こいつのね、コールコストないからちょっと死にそうなんですけどこれいいよね、うん、で6000です。6000か。でも全員貫通持ちなんだよ、これ。フェスティバルの効果です。ちょっと泣きたい。これやばいよね。だから8000の貫通4点。え、終わりじゃないですか。4点で。いや、でも4点はまだ生きてる。え、貫通4点。え、だってこいつプラス1だからさ。あ、プラス1だ。終わりじゃないですか。わ、そうか。これプラス1されてるから貫通5点だ。それだからさっきもバストとしたんですよ。強っ。しかもこうやったら1,2,3,4,5,6 貫通6点って言えたんだ。ちょ、これいらないですね。そうね、これいらないね。ですね。多分これ軸だとぶつかっちゃうから、そういうことみたいです、はい、で思ったよりこれがめちゃ強いね。貫通強いよ、はい、ありがとうございました。
チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたが罪を出たけど